マルティヌス4世から1285年3月28日は、ローマ教皇。フランス・トゥーレーヌの出身で、本名は、シモン・ドブリオン。ボローニャ大学で学び、1238年に、司教座制度参事会員に任命され、1248年に、ルーアンの女裁数千二1259年から1261年まで、フランスを類九世の秘書を務めた。 1261年にウルバノス4世に司祭数奇教に任命。1264年ではクレメンス4世から教皇施設に任命され、1269年まで務めたが、グレゴリウス10世によって1274年に再任。1279年まで教皇施設として活動した。1280年8月22日のニコラウス3世の没後。 コンクラーベが開かれたが、1281年2月に、半年経っても、磁気教皇が決まらないことに苛立ったローマ市民が、乱入、数期教を連れ去る騒ぎに発展したが、シチリア王、シャルルダン団獣が、4月22日に、シモンが教皇に選ばれ、マルティヌス4世を名乗った。在任中はシャルルに依存しきっており、彼を、ローマ原動院員議員に任命。 東ローマ帝国皇帝ミカエル8世を破門、シャルルの東ローマ帝国遠征を指示、第二リオン公会議で宣言された東西教会の合同も取り消してしまった。1282年、シチリアの番頭事件が発生し、シャルルはシチリアを失い、島の住民から教皇の直接統治を懇願された。マルティヌス4世はこれを拒否し、逆に全島民、 および代わって、シチリア王に即位したアラゴン王ペドロ三世を破門に、したが、結局シャルルは、シチリア王奪還できず、老いのフランス王フィリップ三世ともども敗北を重ねた。1285年、ペルージャで死去。シャルル、フィリップ三世、ペドロ三世も同年に死亡した。ダンテ・アリニエリの新曲では、ボルゼーナ子さんのベルナッチャワインけのを、加し、 イチゴで,獄で食材の日々を送っている。この言われから、うなぎと白ワインの組み合わせで食するのを忌避する、言い伝えが、イタリア料理では残っているという。ありがとうございます。